今日はですね、とある公務員さんからご連絡いただきまして、東京都事務契約規則34条2にですね、随意契約の上限額が定めてあると、随意契約というのはですね、競争入札なしにですね、職員の裁量で思うがままに業者を選べる、そういうのを随意契約って言うんですけれども、それの上限額は100万円だそうであります。これは委託事業を投げる場合の上限額でありますけれども、例えば建設関係や財物を取得するなんて場合は若干金額が変わるんですけれども、委託事業に関しては入札なしでやっていい、業者に放り投げていいという上限額は100万円までと東京都の事務契約規則に書かれているそうであります。コラボという団体がありまして、これは主に若年被害女性というカテゴリー、どういう人を指すのかいまいち分かりませんけれども、それの支援事業をですね、新宿や渋谷でやっているコラボという団体、こちらがですね、私の知っているだけで3年にわたって随意契約、つまり競争入札なしに、都の事業を受託しております。その額は去年は2600万円でした。今年は4500万円に跳ね上がっているそうであります。このですね、競争入札なしにコラボに2600万円、4500万円の事業を投げる、委託事業として投げるのはですね、明らかに都の事務契約規則違反、第34条の2に違反しております。こちらはですね、額も大きく何年にもわたって行われていることから、都の福祉保健局がグルでないと成立しない、違反であります。こちらは何回もやっている、額も大きい、100万円をとっくに越しているということで、今後刑事事件に発展するかもしれません。福祉保健局の何人かが逮捕されるかもしれません。自治体の規則違反が即逮捕となるかどうかは分かりませんけれども、これだけ額が大きいとですね、横領であるとか私的流用であるとか、そういうふうに見られる可能性さえあります。規則に反して100万円以上の事業を入札なしに投げていた都の福祉保健局は厳しく糾弾されるべきであると思います。